警報音で火災を知らせる火災警報器。点検ボタンを押して作動確認を行っています。平成23年から全国すべての住宅に設置が義務付けられている住宅用火災警報器。平成23年6月1日から全国すべての市町村で設置義務となりました。取手市では平成21年6月2日から設置義務となっています。住宅用火災警報器の設置の義務化には、住宅火災において火災に気づかない逃げ遅れによる犠牲の影響があります。全国の火災による総死者数のうち、住宅火災による死者数は約7割を占めており、その原因の半数は逃げ遅れによるものとなっています。住宅火災による死者数と焼損床面積を見ると、住宅用火災警報器を設置している場合は設置していない場合と比べて約半分の被害に抑えられています。住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見につながり、逃げ遅れによる死亡リスクが大幅に低下します。それでは、住宅用火災警報器はどこに設置したらいいのでしょうか。台所に設置をした方がいいのではないかと思いがちかと思いますが、夜の逃げ遅れを防ぐために寝室と寝室に煙や熱が行くまでに煙を感知できるように階段の長部が設置義務となっています。台所は設置義務ではないのですが、熱式の感知器を設置してもらうように推奨はしております。住宅火災では就寝時に犠牲となる危険性が高いため、寝室として使用しているすべての部屋に火災警報器の設置が義務付けられています。また煙は階段を通じて上の階へ広がるため、2階以上に寝室がある場合は階段の上部にも設置が義務付けられています。全国的に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから11年、定期的な作動確認や10年を目安にした火災警報器の交換など、いざという時に備え、住宅火災から命を守りましょう。